壇上に着いたけど、どこを探せばいいのかね。っていうか、ここって大陸の端っこでしょ。教会の施設以外何もないのが普通だよね。もしもし、ちょっとそこの皆さん、教会に申請は出していますか。大丈夫、それなら前にちゃんと教会の人に言ったから。それにちょっと探し物に来ただけなの。なるほど、探し物ですか。何をお探しなんです。確か三元、三元、三元、とにかく古の英雄の武器の中です。もしかして三元戦剣ですか。あの英雄ツリーベルの剣と言われているあれですね。実は以前この接岸場を回収するときによくわからない、それでいてどこか気になるものが掘り起こされまして、これがそのよくわからない、それでいてどこか。何これ、私の小判、それとも手裏剣。ちょっと教会員さん、私をからかってない。いや、よく見て、これは剣のガードの部分じゃない。三元なんとか剣と材質も色もよく似てるです。やっぱり、もしかしてそうじゃないかと思ってずっと接岸場の倉庫に保管しておいたんです。ないでしょう。だいたいクレジットは私が預かってるんだから。私のお金はネッポのお金でもあるのよ。お金などとんでもない、どうせ何かの役に立っているわけではないですし、これで人助けになるならどうぞ差し上げます。これで2つ揃ったですね。でもこれだけじゃまだ剣にはならないみたいです。三元戦剣のパーツはまだどこかにきっとあるはずよ。イースンが調べ終えるまでのんびり探しましょう。英雄ツリーベルは女神の野望を食い止めたものの、その後自衛のために膨大な資金を使い込み、そのせいで表舞台から姿を消したといいます。もし三元戦剣が眠っているとしたら、晩年のツリーベルが過ごしたという地下のどこかにあるかもしれませんね。ということは洞窟やダンジョンってことになるわね。初めて見たときは驚いて声も出なかったけど、ネプテューヌちゃん、ネプテューヌさんってやっぱり普通の人とは違うんだ。変身能力まで持ってるなんて、さすが女神様。他のものにはなれないのかな。獣人とかモンスターとか、女神様がそんなのになっちゃまずいよね。でももっと驚いたのは他の人が普通に接してるところかな。みんな気にも留めてないみたいだし、むしろ常識みたいだった。変身ぐらいです騒ぐ僕が子供なのかな。だって変身だよ。普通
できないよね。もしかして僕以外みんなできたりする？できるわよ。マジで？一人だと手こずるわね。やっぱり昔みたいにはいかないか。パーティーの力って偉大だわ。さてと、ネプコたちの方はもう仕留められたのかしら。姫、どこから？右？左？どこなの？今助けるわ！いった！あれれ？どうしたの？まだお休みには早いよ。寝てないわよ！何なの一体？いいから早く降りて！やだ！降りてって言われると降りたくない。なら降りなくていいわ。って言われても降りてあげないよ。降りてって言ってるでしょ！そんな勢いよく起き上がらなくたって、いたたたたた。だから降りてって言ったのよ。どっから落ちてきたの？怪我とかしてない？予定して私を守ってくれたおかげだよ。そんなつもりはなかったんだけどね。謙遜しないしない。でもその控えめの態度がますますいいよ。お姉ちゃん、名前は？ちなみに私はレッドちゃん。 R-E-D でレッドね。私はアイエフ。お姉ちゃんってなんかこそばゆいわ。それじゃあ、アイちゃん、今日からアイちゃんは私の嫁だ。何？嫁？レッドちゃん、意味わかって言ってるの？嫁って大好きな相手のことだよね。で、結婚したら嫁なんだよね。間違ってないけど、でも…でもって、嫁だって言って10分間邪魔されなかったら結婚なんだよね。は？ちょっと意味がわからないんだけど…そんな問題じゃなくて、じゃあ、OK？ やったー！ 1人目ゲット！よーし、この調子でもっともっと嫁集めようっと！
やっぱりあの子、何か勘違いしてるわね。騒がしいの。観光か？モンスターが現れてからここに来るものなどとんと見なくなっとったが、よく来た。ここは英雄ツリーベル様が旅立たれた場所じゃ。今なら先着100名様にしゃべるツリーベル様ストラップをプレゼント。英雄で商売？いつの時代のどこにでもせこい人っているものね。でも、旅立たれたってことは、ここが？そう、ツリーベル様はここで生涯を閉じたんじゃ。ここには昔、ツリーベル様の地下墳墓があった。しかし、その証として、かろうじて紛失を免れたのが、ツリーベル様の愛犬、三元千剣。これが、その剣のパーツでしょ？それはまさしく三元千剣のガードとグリップ。よく見つけてくれたの。私たち悪いことする女神様を倒すためにこの三元なんとか剣のパーツを集めてるです。おじいさん、何か心当たりはありませんか？そうか、そういうことか。ならば、この剣心をお前たちに授けるとしよう。わしの手元に残っていた唯一のパーツじゃ。おお、ついに三元千剣のパーツが揃った。いや、三元千剣のパーツはまだあと一つ足りておらん。塚頭にあたるポメルがそれじゃ。そんなお菓子みたいな名前のパーツ、もういいんじゃない？いいわけないでしょ。おじいさんはそのポメルがどこにあるか知ってる？それが全く手がかりがないんじゃ。このプラネテューヌのどこかには絶対あるはずなんじゃが。待てば。ところでコンパは？宿屋のベッドの枕が合わないって、自分家に枕取りに行っちゃった。もう少しで戻ってくると思うよ。ほら、お待ちどうさまです。ちょっと遅くなったです。実は枕だけじゃなく、歯ブラシとか替えの下着とかいろいろ用意してたです。武器が集まればすぐ深海に行っちゃうです。前もってある程度準備は済ませておかないと。後悔先に立たず、後で慌てたくないです。その使い方はちょっと違うんじゃない？
まあ、何でも前もって済ませておこうって心がけは関心だけど。ところでコンパ、何そのアクセサリー、すっごく可愛いよ。本当ですか？これ、噂のおじいちゃんからもらったもので、ずっと大事にしまってたです。お家で荷物を整理してたら出てきたので、つい。おじいちゃん、コンパは今日も元気です。知ってもお願いですから、もうヘルパーさんのお尻は触らないでほしいです。ポキッ。なんていうか、とってもイメージしやすいおじいさんね。普段の感じを聞いてると、もっと頑蓄のある渋い人だと思ってたんだけど。あれ？ねえコンパ、それちょっと見せて。おじいちゃんの形見ですか？別にいいですけど、どうしたです？形見って、おじいさん生きてるんでしょ？それよりきっとこれよ。これが三原戦剣のポメルよ。よく見て。え？これか？これって、確かおじいちゃんがお家の裏庭で拾ったとかなんとか。ほら、コンパのアクセサリーをグリップの付け根に合わせると、ほら、ぴったり。あとはこれに剣身とガードをつければ。嘘、本当にできちゃったよ。間違いない。ほら見て、これが英雄ツリーベルの三原戦剣よ。
いまいち調子が乗らない。そろそろ新曲出しておきたい時期なのに。頭が回らない時って甘いものって言うよね。何かないかな。備え付けの冷蔵庫に何か入ってる。ジュースと、プリンだ。冷蔵庫の中にプリンもお約束なのかな。あれ、蓋にネプノって書いてある。ネプノ、ネプテューヌさんの最短3文字で収めるなんて、さすが女神様。でも他には何にも、ないみたい。ないとわかると急に。でもネプテューヌさんのだし、食べ物の恨みは恐ろしいって言うし。何迷ってんの？仲間なんだし、いいじゃない。大体、こういうのは置いとく方が悪いのよ。欲しいんでしょ？なら誰かのなんて大した問題じゃないって。そうかな。 5PB 茶を迷わせる悪魔の人格よ。下がりなさい。悪魔の声に耳を傾けてはいけません。意志を強く持ちなさい。一体どうなって。私はあなたの心に宿る天使の人格。思い出しなさい。それは 5PB ちゃんのプリンではありません。偽善者ぶったって得なことなんか一つもないわよ。欲しいなら欲しい、食べたいなら食べたい。もっと素直になったら。食べてはなりません。どんな言い訳を並べようと人道に反することです。前を見て。口の中でとろける濃厚な甘さ、それを引き立てるほろ苦いカラメルソース。人のものに手を出すことが悪いことだと本当は分かっているのでしょう。食べろ食べろ。